しなくても大丈夫だよ。この辺のお皿まとめ
カゴに入れといて。カリンちゃんとさくらちゃんがお風呂に入って、見ないでください。こんなドスケベクソ怪人、こぶすしなす国に帰れ。カリンちゃん落ち着いて、今のは僕
あなたは日本語がとても上手ですよね。ああ、だよね。外国のお客さんだって聞いて。はい、とても聞き取りやすい日本語です。なるほど。好きこそものの上。そりゃあ、白川のおっさんと気が合いそうな人だわ。あんた、日本で電車に乗るの今日が初めてってわけじゃないでしょ？さんですね。
仲良くなってないってば。誰がこ、な、何よあんた。この私に不満。ねえ、手をひぶにしよう。葵さん、今日はお弁当の日ではなかったのですか？それは明日にする。せっかくだから今日はパンにしよう。そんで君にうちの学校自慢のスペシャルなあれを食べてもらおう。ああ、それは良い考えですね。いやいやいや、他にもいろいろあるよ。チョコパン、曜日にしか出てこないミルフィーユか。まあうちの学校の購買は戦争なわけ。大丈夫ですよ、ここは満員電車ではありません。もう冗談だってば。はい、葉月葵隊員出撃します。はい、大丈夫だって。このカリンちゃんの言うことを、この子うちらの中じゃ